時代、どこかの世界、素敵な魔導士になることを夢見る一人の女の子がいました。彼女の名前はアニキ。今日も今日とてお勉強です。はい、皆さんおはようございます。では、今日はまずフィーバーのおさらいから始めましょう。昨日もお話ししましたが、フィーバーモードになると連鎖の種が落ちてきます。連鎖の種というのは、すぐに連鎖がスタートできるように積まれたぷよのことだにゃ。そうですね。総裁をするとフィーバーカウントが増え、カウントがいっぱいになるとフィーバーモードになるんだにゃ。したがって相手に攻撃をさせて総裁を狙っていくのも一つの手ではあるにゃ。そういうことですね。ここまでわかりましたか？なんとなく。じゃあまずはお隣の席の人と練習ね。よろしく。
私なんだか分かったような気がする。それは良かったわ。じゃあそろそろテストだにゃ。テスト？そうね、本当にここまで分かったかどうか先生が試してあげます。コースで待ってますよ。